週使うのね。ね、嬉しい嬉しい。嬉しいございます。そろそろこれは録画されてる感じですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。この写真。っていうこれは。リン君あと頼んだぞ。よろしくお願いします。あ、全然大丈夫です。もう映ってても平気です。それは。よし。はい、お願いします。マイクだけ近づいてくださいね。はい。フェイスブックやってない間になんか変わってない。ミキコの部屋始まるよ。5月30日、時刻は13時30分を回りました。ミキコの部屋、今週もどうぞよろしくお願いいたします。パーソナリティの川光ミキコです。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、ゲストさんの活動や今後の活躍を応援していく番組となっております。ランチタイムを終えて午後のお仕事、そして夕方までの気分をリセットする。この時間帯皆様にとっても楽しいひとときとなりますように。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンのホームページでは動画配信もされております。ツイッターも連動しておりますので、よかったらツイートもお願いします。お待ちしております。そしてスマホをお持ちの方はぜひ無料アプリリッスンラジオをダウンロードして聞いてみてください。全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲していただくと、どこでもラジオ感覚でこの番組の生放送がお楽しみいただけます。ぜひお試しください。さて、いつも大阪でこの番組をお聞きになられております江上真紀さん、そして東京の方でお聞きになられております山川博樹さん、今日は県外でお聞きの皆様にも必聴ですよ。さあ、本日のゲストさん、もう間もなくお目見えになる頃です。はい、お待ちしておりましたよ。おはようございます。おはよう。はい、リン君久しぶり。久しぶりです。ありがとうございますね。いえいえ、とんでもないです。もう昼なってるからね、今日は ね、そうですね。こんにちはですね。、うん、はい、こんにちは。今日紹介したい人がいるって言って連れてくるって言ってたさね。連れてきた。すごい人連れてきましたよ。へ、どうぞどうぞ、お入りください。びっくりしないでくださいね。はい、もうどうぞお入りください。どうぞどうぞ。そしてご紹介もよろしくお願いします。はじめまして、どうぞお入りください。お邪魔します。はい、ではリン君、はい、ご紹介いただけますか。はい、どうぞ。本当にすごい人ですので、はい、心して。株式会社、はい、オザキック、はい、代表取締役社長でもあり、はい、現役の女子プロレスラー、きやー、尾崎真由美さんです。ありがとうございます。尾崎さん、間違いなかったですか。リン君の紹介。本当ですよ。リン君ありがとうございます。ご紹介、もう美しい。とんでもない、とんでもない。まぶしい。どうしましょう。言われなければわからないですよね。何をですか。プロレスラーって全然わからない。あ、そう、外歩いてたらわからないですよね。本当本当。今褒めときますよね、後で。何言われるかわからないんで。いえ、もう本当にお美しくて、も私ちょっとびっくりしてるんですけども。はい、初めまして、尾崎さん、よろしくお願いいたします。まずFM ギノワンをお聞きの皆様にも尾崎さんの声を通してぜひ自己紹介していただきたいんですけども、はい、お願いできますでしょうか。はい、オザアカデミー女子プロレスの尾崎真由美です。そのまんまじゃん。そのまんまだ。そのまんま適当ですね。メンソーレ、メンソーレ。にぎやかな感じになってきそうです ね。ありがとうございます。リン君は先月4月4日ですね。そうですね、仲良し3人組の皆さんでお越しいただいてたんですけれども、はい、せっかくなのでリン君も自己紹介しておきましょうか。あ、はい、どうぞ、はい、お願いします。前回出させていただいた時にちょっとお話ししたんですけど、はい、5月の14日に、はい、沖縄市の方で、はい、
テモミヤ、テモグリ、今確認してたの、オープンしました。オーナーさんありがとうございます、はい、変な間がありましたね。だってね、尾崎さんにツッコミ入れてもう大変、はい、で、あの今回はりんくんが尾崎さんを紹介したいということで、はい、FM ギノワミキコの部屋にあのご招きしたということになるんですけれども、はい、ちょっと私ドキドキしてるんですけれどもね、少しずつあのお話聞かせてください、はい、尾崎さんは沖縄には年に何度かいらしてるということを伺ってますから、これは興行って言ってるんですか。そうですね、興行で試合でだいたいいつも1月と7月に年2回やって、うん、はい、あとはもういろいろマップスターとか、ありがとうございます。今日もね、あの番組あの始まる前にサインもいただいて、あの動画でお楽しみの方は裏の方でも見えるかと思うんですけど、大きなポスター、素敵なポスターを貼らせていただいております。ありがとうございます、はい、ポスター係なので貼っといてって言ったらこちらに貼られちゃったので、じゃあその、 あのご案内からまずお願いできますか。今年もまた7月に大きな、なんかあるんですよね、興行が、はい、じゃあお願いします。7月15日、はい、3時から、はい、名村ホール、はい、松山の那覇市松山の方ですね、はい、はい、で試合があります。はい、こちらは昼間 の、 あの試合が勝ちたということですね。そうですね、はい、3時から。なるほど、はい、私実際生でその女子プロというかプロレスの試合を見たことないんですけど、何試合かをずっとやっていく感じですよね。そうですね、大体いつも5試合ぐらいかな。なるほど、はい、じゃあ3時スタートだったら、うん、もう6時7時ぐらいまでかかっちゃう感じですか。いや、そんなにしないですね。あ、まあ、大体2時間半とかかな。わ、うん、はい、かりました。6時には終わりますね、うん、分かりました。尾崎さんはプロレスというものの出会いとかきっかけっていうのをお聞きしてもよろしいんですか。そうですね、あのやっぱテレビで見て。なるほど、はい、ちょうど昔ね、よく夜とか ね、 そうですね、やってましたよね。ちょうどクラッシュギャルズとかダンプ松本とかが全盛期の時で、はい、ちょっとテレビ見て、あ、これやりたいなと思って、思ったんですか。思いました。なるほど。あんまり大きな声では言えないんですけども、私も見てました。本当ですか。面白いですよね。そう、あの、うん、ビューティーペアの時代はよく分かんないんですけども、ね、それこそあの本当にあの長谷千草さんとかね、出てて、ダンプ松本さんがね、なんか市内を振り回してっていう、うん、いうのを、まあ、見てはいたんですけども、私どちらかというとあのアントニオ猪木さんとか藤波さん派だったので、はい、そうそう、ちょっと、まあ、渋い感じですね、はい、まあ、あの武藤敬司さんが出てきてからちょっとだんだん見なくなりましたけれどもね。そうなんですよ。もうなんかね、ちょっとあの尾崎さんのこのプロフィールを見るたびに、おお、なんかこの人も知ってるかも、知ってるかもという名前がどんどん出てたので、私もちょっとドキドキしてるんですけれども、はい、さて今あのこのオズアカデミーというあの団体があるんですよね、はいはい、そこにはたくさんのレスラーが所属されてるかと思いますが、どのぐらいいらっしゃいますか、はい、所属はね少ないです。全然いなくて。あ、そうなんですか。4人しかいなくて、あ、で、オズメンズって、はい、男の人もいて、ね、はい、それがまた沖縄の子なんですよ。見ました。はい、皆さんもね、なんかあのちょっとネットで検索するとすぐね、あの選手の方々出てくるんですけども、うん、那覇の出身でしたっけ。なんか沖縄の方いましたよね、沖縄男性の方ね。そう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 、ジム持ってますよね。ジムでしたっけ。ジム持ってる、そうなんですね、はい、総合格闘技のジム、有名ですよね。有名ですね、うん、でちょっと見たんですけど、あのアジャゴングさんもそこに所属していましたかね、うん、そうです、そうです、ね、はい、私もあのこちらで来る前に。何ですか。アジャゴングになってる。アジャコングアジャコングです。アジャコングさんも来てます。もうゴングになっちゃったよ、私の原稿がね。いえ、大変失礼しました。アジャコングさんも、はい、所属されている事務所ということで、にぎやかですね。そうですね、本当。毎日盛り上がってるんだと思うんですけれども、いえ、言うこと聞かないやつばっかりです。あ、そうなんですか。そんな場合はどうされるんですか。もう私がもう悪者なんで。そんな、はい、こんなお美しい悪者だったらみんな言うこと聞くんじゃないですか。全然聞かない。あ、そうなんですか。業界一のヒーですか。あ、そうですか。でもね、なんか生まで見たことはないんだけど、行ってみようかなって気分になってきました、尾崎さんに会って。ぜひぜひ。行く人が遅いよ、7月。本当、なんか、うん、いいんですか。なんて言ったらいいんだろう。来てほしいね。はい、いつでも連絡ください。わかりました。そうそうそう、ぜひぜひ。リン君が。はい、やった。じゃあリン君に連絡しようと。お願いします。オッケー。じゃあそれではここで曲一曲いっちゃいましょうかね。尾崎さんの一押し、今日何聴きますか。この天気でいきましょう。選んぞってください。はい。はい。おじい自慢のオリオンビール。いっちゃいましょう。はい。
現れた現れたゴンゴンで申し上げ、尾崎さん同期のはずです。そう同期です、はい、すげえ尾崎さんじゃないか。初心者さんどうなった。初心者さん、あ、なになに、隣の男性何顔じゃないですか。あ、わざわざそこ大丈夫、いつも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 かけられてるから3分ぐらいはありますよ。すげーって嬉しいです。ありがとうございます。そうだよね、飲んでないから、はい、昨日は何時まで飲んでたんですか。でも昨日は2時半ぐらい早かった。今日が早いんですよ。早いですよね。そう今日があるから控えめにしたんですけど。いやいやいや強いですよ。何がですか。チャーゴン、ああウォーターですか。ウォーター白いのですかね。ビールも飲むのあるんですか。ビールも飲みます。沖縄来てるからね、うん、青森みたいな。青森も好きよね。青森も好き。じゃあリンクのお店があったときはいい感じのお客様で、はい、大暴れです。大暴れです。すごい。じゃあ男性には CM 中にかかるかもしれないです。数じゃかけないね。お金取られるんですよ、かけられる方が。さあじゃあ 何いくらコースから始めましょうかみたいな。ハンマーお願いします。相当ある。そう大変なことになってる。そっか。でも本当に言われないとわからないと思う。なんかね。本当ですか。うん。いやいやいや。さかこの年齢でやってると思わないから余計なのに。いやいやいや。ポスターもね、うん、もう試合の時もそのなんていうのメイクとかもして、うん、LC ポスターする。お店とか結構かっこいいね、普通に。何ですか、この格好ね。キャンパンティーシャツ。ビーチさんだね。ビーチさんだね。キャンパンティーもね。あ、そうなんだ。リンのお店行けとかひどい。あ、そうなんだ。いやいやいや。でもなんか行ってみた、本当に。ぜひぜひ。待って待って待って。中古さ、中古だよね、中古だよね。日曜日です。調整します。調整してください。ぜひ。前回一緒に出たよ、松田さんも。うん。行きたい行きたい。あのルイネさんも。ルイネさんもやっぱりいらっしゃるんですね。何何？ドバーっとやってほしいもん。なんか埼玉に住んでるなんかお知り合いなんですか？お母様だと思うじゃん。でもギドワンのねこの番組聞いていてすごい。あでも案内したからかな。今から出るよみたいな案内したからツイートしてるのかな。でも沖縄の方なんじゃないですか。うん、でも全国から来ますよね、ツイッター。全国から、そうはい、コメントしてます。じゃあ、リン君が今日は元気で帰れることを見て願いましょう。そろそろ CM 行きます。はーい。CM1 分入ります、うん。はい。これは紹介しても大丈夫ですか。第24代。オスアカデミーにて。あ、はい。講座でもあります。はい。すごい調べたんですか。はい、もう勉強しましたけど。何台とか全然わかんない。この椅子はどうなってるんですか。松田さん来ないの。電話してるし。どうなってるんですか。はい。新しい CM、かわいい。さっきこの子供です。誰だね。さっきこの。あ、ほんと。マスコ。かわいい。昨日は海が見えて始まります、はい、お届けしています。本日のみきこの部屋は第24代オズアカデミー認定タッグ王座でもあります女子プロレスラーの尾崎真由美さんとからの、はい、マッサージ師のリン君にお越しいただいております。ありがとうございます。イエーイ、豪華だ豪華だ。永遠に愛される憎まれキャラですって、憎まれキャラですって、キャーツイートもいただいております。これ褒められてるの。みんな喜んでますすげえなーって喜んでおります。ありがとうございます。さあさて、前半あのお話を伺って少し女子プロレスの世界がちょっと私も身近に感じてきたところなんですが、ここで
この番組の唯一のコーナーに行きたいと思っております。尾崎さんもね、なんか沖縄にたびたび来てるということなのでご存知かなと思っておりますが、さあこの番組唯一のコーナー行きますよ。おいしいものシャイコー。さあご存知かなというのはですね、今日紹介したいのは A&W エンダーというファストフードのお店があります。今まで行ったことございますか？はい。あ、じゃあそちらのですね、ちょっと王道ではありますがハムチーズサンドと、私今一番おすすめのオレンジチキンサンドというのを持ってきました。じゃあお二人にご試食いただいて食レポです。皆さんにこの美味しさと感じをお伝えいただければと思います。どうぞ召し上がれ。オレンジジュースも飲みたかったですね。そう、ごめんなさいね、もしかしたらアルコールを注文されるかと思って。これは王道のハムチーズサンドです。おいしい。これね、多分マヨネーズはあれなんですよね、沖縄独特のエゴーマヨネーズが使われてるかもしれない。どうですか？ネギ食べたい。どうぞどうぞ。これ、オレンジチキンサンドです。ちょっと意外な感じですけど、ジャムですかね。なんかね、チキンとオレンジが合うんですよ。オレンジピール、はい、チキンクリーム、あ、チキンとクリームチーズ、オレンジピールの初タッグと書かれております。がっつりと言ってください。無言で食べてますけど、この二人なんか言ってちょうだい。いかがですか？オレンジ。あ、本当だ、オレンジだ、うん、でしょ。なんか意外な感じですけど、いいですよね。美味しいです。まあこれね、うん、もしかしたらエンダーのオレンジがあったら、うん、もっとベストだったかもしれない。申し訳ない。マーマレードみたいな感じ。それもあるかもしれないですね。はい、そういう感じです。もうね、沖縄そば、タコライス、ポーク卵に負けないぐらいの、ね、ソウルフードですからね。ルートビアとかがね、有名にはなってたんですけども、シンスなんと1963年。55周年だそうですよ、沖縄に来ていた、ね、すごい。みんなに愛されるエンダーなので、またお越しの際にはぜひ試してください。さて、じゃあ試食続けてる間にもう一曲流したいと思います。今度は尾崎さんが大好きなアーティストと伺ってますが、はい、大黒摩季さんの曲でいっちゃいましょうか。あ、お願いします。では曲名は夏が来る。はい。なんかこの人すごいかも。なんかすごい。初心者ですか、本当に。初心者さんの話。もうあなた段持ちですよ。私がやだって。大津井さんの何年ぐらい結構あるんだよ。沖縄来た時、大津になった。あ、そうなのか。髪切りマッチで負けて、坊主に2回なってる。1回でもそうだ。すごい。坊主になったりすごかったんですよって。ね、もうすごいと思って。もうそれから髪の毛伸ばすの嫌になって。いいと思います。いいと思います。これだからなに？大黒摩季つながりなのかなと思った。勝手につながってただけ。そうです。すごい。あ、そうだったの？うん。小崎さんが好きっていうのは前々から。はい。で、たまたま僕が行ったお店のあの好きで、で、お店で聞いたんです。ああ。なんか、なんか小崎さんも好きってことは大黒摩季つながり？思い上げるのが。今回ね、写真も。うん。びっくり。沖縄入ってかっこよかった。土曜日に行って、はい。そういう中になってやったんで。あ、そうそうそう。沖縄で。あ、ここでのコンサートだったんですか？ある写真は違うんですけど。うん。へぇー。そういう意味でね。うん。なるほど、なるほど。すごい。初心者さん、ありがとうございます。あなたはもう段持ちです。全然初心者じゃないです。でも嬉しいかもしれないね、なんかこんなってラジオに出てくるのもびっくりする。ちなみに昨日も歌ったよね。昨日も歌いました、ね、あ、そうなんですか。じゃあ歌ってもらいましょう。後半大体歌ってるんじゃない。大体いつも同じ歌ばっかり。いやいいかもしれない。後半あっという間に終わっちゃいますので、はい、ご紹介するとか全部紹介していきましょうね、はい、お願いします。これも終わっちゃってるのでこの辺ですかね。はい、おいらのところです。さあ、なんか天気が合ってるぞこの曲にいい感じ。あれのポスターだ。あーね、いつも作りいつもそうし。なんですって。テレビ放送こそ減りましたが女子プロファン
コアなファンが多いんですよって。ですか、そろそろ。はい。はい。はい、お届けしています曲は大黒摩季さんで夏が来た。もう夏です、沖縄は暑いです。梅雨のような梅雨でないようなね、ずっとお天気続いておりますけれども、さて実は私この間から尾崎さんのブログを拝見させていただいておりまして、はい、見ましたよ、ツーショット写真。なんかもうとなんかおめめハートな感じで、もう家宝です、家宝。一緒にねツーショット撮ってもらった写真がブログの方にアップされておりました。さてそんな素敵な音楽を聴きながら、9月にはまたなんか大きな、そうなんです、イベントが9月17日に、はい、横浜文化体育館で年に一度 の、 ビッグマッチですね、はい、一番大きい大会です。4時から。このブログ の、 拝見した時のオイランを着ている尾崎さん、そうそうそう、素敵セクシーびっくりしました。はい、そうです。何ですか、これが衣装になっちゃうんですか、かもしれない。いつもなんだっけ、ステージがすごいんですよ。セット。へえ。で去年は海の海底みたいな、はい、なんか海賊みたいな、ね、そう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 、パイレーツ・オブ・カリビアンみたいな。で今年はオイラン、とっても似合ってました、綺麗でした、うん、皆さんもぜひチェックしてください。オイラン姿のね、まさきさんがいらっしゃいますよ。はい、さてさて、もうあっという間の時間なんで、また7月にこれ女子プロのこのね、はい、松山でもあるんですけれども、たびたび来てるということで、もしかしたらね道で見かけてるかもしれないね、皆さんね。せっかくなので尾崎さん、もしよかったら FM 技能をお聞きの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。お願いします。そんなメッセージじゃないんですけど、はい、リンクで今日、うん、たっぷり尾崎さんの満足するところ全部連れてってくださいね。あれですね、とりあえず生で見てほしいんで、はい、そうやっぱテレビとかで見るのと全く違うんで、そうでしょうね。そうだからぜひ一度生で見に来てほしい。私も思いました、うん、テレビはねなんかすごく一回フィルター入ってる感じなので、ね、うん、そうですね、音とか、うん、ね、空気感とか、そう、まあ、全然違うんだろうなと思って。沖縄のお客様ってどんなですか。あ、すごいノリいいですよ、みんなノリがいい。みんな指笛してるんでしょ。そうね、そう、まあ、お酒飲みながら楽しくね、はい、本当に見てますかみたいな、歩いてきても飛んできても何やってもみんなふうふうふうやってそうな。コンサート会場とかいろんなイベントをやっぱり沖縄の方でなんか盛り上がるとやっぱり指笛が出るみたいで、ピンク指笛できます。できますよ。あ、やっぱり沖縄の人ですね。ね、うまいですよね。それで沖縄の人ね、そうそうそう、なんか指使わないでもやってしまう人いるじゃないですか。ベロだけでっていう、ね、そう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 、まあまあまあ盛り上がるのですごいんですけど、多分きっと試合の時も流れてるんだろうなと思ったら、うん、やっぱりそうだったんですね。そうですね。リンクは何か今日ご案内することございますか。いや、先ほど、はい、はい、手もみあおグリーンは順調ですか。はい、順調です。じゃあ今日は尾崎さんのほぐしてあげてくださいね。はい。目見ない、目見ない、ね、本当に本当に、はい、前回私ちょっとお邪魔してお願いしたんですよ。本当ですか。びっくり、結構強くやられたんですけども、翌日正直この揉み返し、うん、っていうの心配だったんですけど全然ない。うまいですよね、うん、全然本当素晴らしかった。力強いからすごいいいんです。そうそう、私もガッチャガチャなんですよ実は。あの肩とかこれもこれこれすごくて、うん、大丈夫ですかってなんか大丈夫ですよって結構強い力で、手もみやほぐりんは沖縄市平郷にございます。ヨギですね。あ、ヨギなんだ、はい、ごめんなさい。住所はヨギになってます。あれございますね、329号線沿いにございますので、はい、皆さんもよかったら手もみやほぐりんも行ってみてください。よろしくお願いします。リンくんが頑張っております。はい、はい、さてもうあっという間の時間だったんですけれども、私これからまた女子プロレス盛り上がることを心より願ってますよ。ありがとうございます、はい、そしてオズアカデミーの盛り上がりもそうなんですけれども、尾崎さん体調には気をつけて、はい、もう怪我とか ね、 そうです ね、 ね、もう本当に風邪とかも言ってられないとは思うんですけれども、ね、ぜひこれからのますますのご活躍心より応援しております。はい、これからも刺激的な試合どうぞ続けていってくださいね。ありがとうございます。もう生涯現役でガンガン行ってくださいよ。
笑われちゃった全然何言ってんのって言われますよ、この辺のおばあちゃんたちに。元気ですから皆さんはい、本日のゲストはオズアカデミー女子プロレス所属、株式会社オザキック代表取締役尾崎真由美さんとデモミアホグリーンのリンくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます、はい、あの沖縄も楽しんでください。はい、はい、海もお酒もお酒もお酒漬けじゃない、お酒飲む、いやいや、またね、縁談も行ってくださいね。はい、ありがとうございます、はい、あのミキコの部屋このギノワンにありますので、あの気楽に訪ねてきてください。あ、わかりましたピンポンって押せばあの大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、じゃあしょっちゅう来ちゃおう来るとき一回リンクにも言っといて今日はあのリン君にこの後何かがかけられると思いますが、皆さん心配しててくださいね。私見守っておりますので、あ、尾崎さんのブログもちゃんとアップされていますので、あ、ありがとうございます。はい、皆さんお聞きの方は、FM ギノワのフェイスブックとホームページもチェックしてみてください。今日はどうもありがとうございました。はい、では皆様また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は川光美希子でした。チャオチーベディアモアラプロシマセティマナチャオ。パチ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 、すごいパチ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 すごいパチパチだ。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか無理やりいっぱい食べさせてしまってごめんなさいね。 お昼も終わってるのに。ありがとうございます、ムクロさん。ちょっと早めに巻いちゃった。ありがとうございます。おいらん綺麗でした。でも本当にすごい、洋も和もいけますね。すごい、すごい。去年の、この文化大館の試合で、チケットもホテル全部取ったんですよ。はい。何名くれるか。ライブで行こうか、取らなかった。ドンピシャだったんだ。本当にドンピシャ。ずれてもダメだったんだ。土曜日に飛ぶ予定が、はい、金曜日の夜で全部結構。あ、で日曜日の午前中に飛ぶんだったら、ですよね、行こうかって言ったら、そういうのない。すごい。ライブやっただけ。こっちだよ。こっちだって、うん。そうなんだ。船で行くわけにもいかんしな。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。見てよかったって拍手ありがとうございます。カトフィアクシャーですか。大丈夫ですか。はい、すごい思いがけないあれだったね。